死体遺棄の罪に問われているのは、半田市に住む元風俗店従業員の入村恵美被告38歳です。起訴状などによりますと、入村被告は2013年12月下旬ごろと2015年から2016年の間に赤ちゃん2人をそれぞれ出産したとされています。そして2013年12月下旬ごろから今年5月までの間に赤ちゃん2人の遺体をタオルで巻いてビニール袋に入れるなどしてそれぞれ当時住んでいた名古屋市南区や中区のマンションの一室に遺棄した罪に問われています。今日の初公判で入村被告は間違いありませんと起訴内容を認め、赤ちゃんの父親が誰かわからず金銭的な理由からも誰にも相談できなかったなどと話しました。次回の裁判は来月29日に開かれます。